日本近畿地方北近畿北近畿は近畿地方の日本海側を指す地域名。講義では山陰地方の一部に含まれることがある。天の橋立竹の浜と猫崎湯村温泉郷都府北部と兵庫県北部を指し、両政国では丹波国の北半、丹後国、田島国にあたる。一般的には亀岡市、南丹市、 船井郡京丹波町や丹波笹山市など、京阪神とのつながりが強い丹波国の南半に当たる地域は、北近畿には含まれない。しかし、より広義な北近畿の範囲では、丹波笹山市や福井県南部を含める場合もある。例えば、北近畿開発促進協議会には、福井県南部の自治体も参加しているほか、北近畿広域観光連盟においても、 福井県南部と丹波笹山市が参画する。北近畿は山陰海岸国立公園や木の先温泉、日本三景の一つ天の橋立てなどの名称を抱えており、夏には海水浴を、冬にはカニ料理を目的とした観光客が多く訪れている。京都府北部と兵庫県北部の自治体は観光事業の促進のために、 北近畿広域観光連盟を結成している。日本海に面しており、気候は日本海側気候が見られるが、冬の雪は山間部を除いて北陸ほどは多くはなく、雨の日が比較的多い。このため、弁当忘れても傘忘れるなという格言が存在する。古代の北近畿には谷和など地方王国が分立していた。これらの地方王国は北陸や 山陰や北九州の地方王国と共に日本海沿岸の一大勢力を築いていた。その中でも谷は,は、後の山和王権に並ぶ独立性を持っていたとする説があるように大陸との交易により力を備えていたと考えられている。伊勢神宮が現在の伊勢市に移る前には元伊勢が大鉱山の近くに鎮座していた。奈良盆地で山東王権が勢力を拡大すると、 北近畿の地方王国は大和王権に教授にし、北近畿は大和王権の北の入り口となった。谷は丹波国と丹後国と田島国に三分割され、丹波国府は元伊勢から離れた場所で山城国に極めて近い亀岡に置かれた。戦国時代には守護の細川氏が弱体化した丹波地方には、 かつての細川氏の悲観であった国人領主がそれぞれ拡挙した。若狭、丹後地方は死後の若狭武田氏と旧死後の一色氏が構想を続けたものの共に内紛により弱体化していった。機内において、織田信長が台頭し政治の実権を握るとそれらの勢力は駆逐され、信長の配下の庭長秀、明智光秀、細川藤孝などが北、近畿を支配するようになる。 本能寺の変で、信長が倒れると、代わって対等した豊臣秀吉による光秀は倒され、長秀と藤高は侵入し、北近畿は豊臣政権の支配のもとに再配分された。秀吉没後の関ヶ原の戦いにおいては、北近畿は田辺女王の戦いなど、激戦地域の一つとなる。江戸時代に入ると、北近畿には、宮津藩、丹後田辺藩、福知山藩、 綾部藩、篠山藩、豊岡藩、伊豆市藩といった小さな藩が分立した。古流製品から始まった豊岡のカバン、綾部の防災企業といった地場産業にはこの時期に起こったものもある。江戸幕府が倒されて明治政府が誕生すると廃藩地県によって豊岡県が誕生する。しかし1876年8月21日には 豊岡県は廃止され、山陽道沿線や中山道沿線の府県に編入された。府国共兵政策が取られた明治時代には、今まで寒村であった東舞鶴に舞鶴鎮守府が設置され、日本海沿岸の一大軍事拠点となり、軍都として急速に発展し、日本海側有数の都市圏を形成することとなった。これと前後して、大阪や、 京都や鶴ヶから舞鶴に向けての鉄道が敷設され、北近畿にも鉄道の敷設が進められた。第二次世界大戦後には、特に高度経済成長期に太平洋ベルトから漏れたため、北近畿でも過疎化した地域が見られるようになった。しかし、現在では舞鶴若桜自動車道の整備や、京都府が主導する工業団地の建設などが進められている。鉄道は、 山陰本線と福知山線、舞鶴線及び小浜線の JR 線及び京都単語鉄道の路線がある。高速道路は整備が遅れていたが、現在は舞鶴若狭自動車道が鶴ヶ方面と阪神方面を京都縦貫自動車道が京都方面を貫いている。山陰近畿自動車道が鳥取方面を貫くべく建設中である。また、北。 近畿と岡自動車道が、舞鶴若狭道かすインターチェンジ JCT より、分岐し、和田山インターチェンジで、万端連絡道路と連絡している。港湾に関しては、京都府内にある舞鶴港が、日本海沿岸の各地とつながる、国内流通、及び、韓国やロシアなどとの間日本海貿易拠点として、近畿地方全体でも重要な地位を決めている。 マイズル港では、商工として発展してきた西マイズル地区と、日露戦争時の帝国海軍に由来する軍港の歴史を持つ東マイズル地区とが並存してきたが、近年では海上自衛隊のマイズル基地に加えて、フェリーターミナルも東マイズル地区に整備されている。航空網については、兵庫県豊岡市に田島飛行場があり、大阪国際空港との間で、 定期便が毎日運航されているが、国内の他空港と比較した利用客数は少なく、地域自治体が求めている東京国際空港との直行便も実現していない。北近畿地方との空路の往来では、京阪新地区内の大規模空港である大阪国際空港や神戸空港、それに兵庫県北西部に隣接する鳥取県鳥取市の 鳥取空港の利用でもその利便性が維持される。ありがとうございます。